丸くなっちゃうからですよね。だからあんまりならないのがいいですよ。そうなんですよね。だから前はすごい皮肉な長さ、ちびまる子ちゃんに言った長作みたいな、はい、あ長作みたいな、ちょっと嫌なやつみたいな感じで、そう、それいい、それいい、キャラだったのに、そういうのがなくなっちゃったんで、うん、それダメよ、目につかないんですね、だから人の嫌なところとか。だってその何、その産婦人科で、まあ、入院するような施設がある産婦人科で、うん、そういう音楽流れてると面白いもんねちょっとえって思いました、やっぱりさすがに全なんか何個かやっぱ嫌だなって思ってて、あそういう一セットで面白いのができちゃいますよねもういろいろじゃああるんじゃないですか、結構面白い話、面白いってでも思ってないから、そうそう、そこですね、やっぱり。そっか、博士だったら、うん、僕も思っちゃったんですけど、だから仕方ないあるけど次の回にしますねあの時間的に、はい、はい、私の無駄な時間、このコーナーは自分の日常を振り返ってこの時間無駄だなと思ったことを送っていただいています。ピーナッツさん、職場博士と職場とのやり取りあるあるだなと思いました。これは前回僕は早く帰る人がいたんですね、はい、同じ職場に、うん、で僕はやっと一人仕事に集中できると思ったんですけど、その早く帰る人がずっと僕に話しかけて、で僕と話してたらでちょっと話したら荷物まとめて帰ると思ったのに、はい、ずっと30分ぐらい話し続けてるんですよ。それが嫌だなっていう。それ言えないんですか。一緒に盛り上がってるふりをした。博士疲れちゃいそうなんだ、そういう人生。ちょっと待って、人生まで言わないではい、だから30分たときに僕も帰ろうと思って閉めて、アピール、アピールで一緒に途中まで帰って、あ忘れましたって思ってこの動画見ないんですか。見ないの。あそうなの、はい、でそれで思ったのは、僕はその、職場のもう一人の人にが電話でお客さんの電話を起きたときにお世話様ですって言うって話をしたんですよ、はい、でもお世話様ですってすごい失礼な言い方があって変えてほしいと思ってると、お世話になっております、そうお世話になってますって言わなきゃいけないのに、その人はお世話様ですって言うんですよね、うん、で彼に、はい、彼って言うんですよ、その職場のね、彼でいいですよ別にね、彼にお世話様、あなんかもし、変えた方がいいと思うことがあったら、うん、教えてあげたいんだけど聞きたいですかって聞いたんですよその言い方もすっごい面白い。そしたら聞きたくないですって言われちゃったんですよねだからずーっとお世話様ですと聞き続けてたんですよね僕は。聞きたくないですって言ったらもうそれはダメ出しはすごいと思うんで言えないわけですよ。超辛いわけですよ。だって僕電話をその人が受けるためにお世話様ですって言ってるわけだからね。もっと違う注意の仕方、なんか注意っていうか教え方でも僕の中ではまあ別にいいかなとも思ってるんですよね。でもなんか気になりだしたらそれがストレスですもんね。そうずっと。ところがそれを動画で話したんですよね僕前に、はい、それからしばらくして彼言わなくなったんですよね。え見てる見てるとかなっていうちょっと心配がもうじゃあ今回も絶対見てます、ね、それはまた別の人ですからね。あそうなんですか。よし次行こう。そうそうそう、だからあるあるだなと思いました。私の無駄な時間は来月あたりから増えていく忘年会の話です、うん、私の職場だけかもしれませんが、うん、自由参加と言いながら暗黙の了解でみんな参加、ノミニケーションと言いながら上司をおだてている部下、上司だったら高い会費を払うくらいなら本当に気心を据えた人と飲んだ方が楽しいんだろうに点点点。私も一生懸命サラダを取り分けたりお酒を注文かっこ笑い、無駄だなぁと思いつつみんなこれが会社の風習だからやってます。こんなこと考えてる時間一番無駄ですね。えこれブチスピじゃないですか。私が最初今日話した話しましたっけ。そのえ、はい、15センディさんで、はい、なんか私はその生まれ変わるとか生き方が変わる前、生き方を変える前は、はい、その会社の飲み会とか、あすごい気を使っちゃってやだなみたいな、今その自分が気利かないとか仕事できないと思われたくないみたいな話、これ読んでなかったの最後まで。読んでなかった。読んでなかった。本当に読んでなかった。本当に。じゃあプチスピかな。すごい。ね、でもまあ季節があれですもんね。だからこそプチスピかな。タ。だからこそプチスピ。そうそうそう。タオル。タオル。手ぬぐいか。手ぬぐい。これ確かにでも忘年会は僕も嫌ですね。お酒は飲まないしそもそも僕は。だからでも確かにこのピーナッツさんのおっしゃる通り無駄だなと思いつつ会社の風習だから参加するっていうのが一番いいと思うね。日本のしきたりですね。そうね。でも最近は減ってると思うね。うん。
に確かにそうですね。ちなみに僕は参加するけど自害帰るね。お絶対に帰ると、うん、でも僕の立場は強いからかも。あそうですね、うん、確かに。次いきますよ、はい、メッセージ、うんのコーナー。このコーナーみんなからみんなが、うん、あメッセみんなからメッセージを送っていただいています。はい、イルさん、職場のやり取りは博士これイルファで話しちゃうんですね。これブシスピ、えこれさっきの、ある社員の方が全然帰らないっていうことに対してリルさんが、うん、職場のやり取りはああ話しちゃうんですね確かに、うん、ちょっとプチスピ、ガラス張りで会社の方が見ていらっしゃるんじゃなかったでしたっけ。ここはガラス張りだからその向こうに社員たちがいると思ってるんですね。あ、いない、ね、いないんですよね。私の周囲職場はイヤホンです。イヤホンをしていたら話しかけるのはタブー。もちろん話しかけて相手への同意があれば肩を外して話をしても聞いてもらうはありですが、嫌ならちょっと挨拶してまたイヤホンをすれば大丈夫です。まあ、僕もずっとイヤホンをしてるんですよね、うん、でも帰るっていうから外したんですよね。その帰りそうな時ってすぐ大体5分で帰るじゃん。帰りそうだから話帰ると思って話に乗ったらずっとゆっくり片付けてるんですよね。わかりますか。私は防衛によくイヤホンを使っています、うん、他には似たような感じでデスクの引き出しです。笑い。隣の席の男性が距離を置きたいのに邪魔してくるときは引き出しの一番上にペンを並べてペン入れにして引き出しを開きっぱなしにしたり、引き出しを開けっぱなしにしてそこにペンがいっぱい入っている状態、キャスター付きの引き出しなら引き出しを前に出してくの字にしたりしてそばに寄れないようにして距離を取るようにしたりこれはやってもバレないです。これやってもバレないってなんで分かってるんだって聞きたくなるよね。そのあとその隣のじゃ男性がめちゃくちゃ邪魔してくるでしょ。そこまでしなきゃすごい近づいてくるのかな。引き出しを開けてペンを並べてこう開けて置きっぱなしにするとそれ以上近づけないってことかまあこんなことしなきゃいけないような同僚がいるというのはそもそもどうかなと思っているんですか大変ですよね毎日で。でもそもそもこういうその引き出しを開けっぱなしでバレるような人はそういうことしてこないんですもんね。で 気がつく人は引き出しを開ける必要はないってことですもんねこれは面白いですね。うん、引き出しを開けてるんだ。編み出したんでしょうね。うん、これが一番だからやっぱリルさんも気を使って本当の本音は喋らずにうんなんか間接的に表現してるんですね。うん、で間接的に表現することってありますよね。例えば腹が立ってる時にダーンって立ち上がるとか天狗ダーンって立ち上がるとか確かにそうですね、うん、大きい音とかね出したりなんかあの誰だっけあの最初の方に話した、アドラーっていう人も、はい、人が怒ったりするのも、うん怒りから怒るんじゃなくて怒ることで相手を変えようとしてるって言ってましたね。ジュンコさんも言ってました。言ってないです。よかった。うん、言ってた気がしたんで言ってないか。あ、わかんないです。忘れちゃってる。なんか人をコントロールするためにそうしてるみたいな。本当はその感情じゃないっていう。まあそれは置いといて。はい、だからそのなんか、うん、そういうふうに我々は知らないうちにこういろんなことをなんかなんだろう間接的に表現していって本人も忘れてるっていう。実は。うん。なんだろう。まあ例えば視点をこう他にやって早く帰りたいとかね。ああ。まあいいか、真剣な話は。よし、終わり。メッセージ、いや本当にリルさん、皆さん含め本当にたくさんのコメントありがとうございます。はい、面白いですね。面白いですね。なんかもっと本当時間があれば、そうそう広げたい。広げたい。そう、特にあの俺ビル・ゲイツ、僕ブリ・ゲイツを待ってる。皆さんのメッセージをお待ちしています。はい、質問コーナー、思っちゃったんだから仕方がない。プチスビ、私の無駄な時間、僕ビル・ゲイツ、私今年変えました、はい、普通のメッセージをお待ちしています。はい、では皆さんさようなら。さよなら。めちゃめちゃ長いです今回ねどのぐらいか、もうなんか6本分ぐらいあ、ほんと、うん、よいしょ、じゃあ止めますね。さよなら。